まとめたのでぜひ見てね見てね。10分でわかるポコピー先行ピーナッツくん高校ポンポコバーチャルラップバトルレディーファイ。変なスタイル変な顔変なボイス変な色何これ変なパートなんでこうなってんのさ僕は正直やる気ないですよマジだって相手は田舎のマイルド焼きゲオトンキ百均ダイソー吸い込むダイソンフォーアママイケルジャクソン感じなしだせマジだせ黄色に感謝せ僕の存在感で君のチャンネルを倍させは跳ねる顔面や誠に残念や魔の映る画面までウイルス感染や大体このバトルは君の持ち込み適当ばっか言うまめにゃコリゴリ Yo I'm a ポンポコ本物本家本元日々の動画投稿もほとんど編集担当よここんとこのピーナッツマジ気が抜けて落ちろどん底とっとと食べるトトロ。はい電話かかってきたわ。電話電話かかってきた。はい彼氏から電話かかってきたから出るね。はいえ、はい、彼氏、はい、俺だ聞こえるか、はい、ピーナッツよ聞こえます。俺は仮想神拳第27代伝承者ウルッケンノースだ。よろしく頼むな。いや知ってますけど最近ねちょっとね一応世紀末ダーリンということで世紀末ダーリンポンポンと付き合ってんだが、あの俺はポンポンって呼んでんだけど、うん、すごいいろんなことを共にこうやるようになって、そうでそこで愛が生まれて付き合ってって感じ。いやいやいや自然とね。そう自然じゃないわ、うん、ああ全然自然じゃないし。いやなかなかだぞ。いやなか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 だよね。なかなかだぞってどういうこと。そうなかなか、うん、セミの抜け殻選手権。いやなんだ終わっていきたいと思います。いいなんか奥が深いなって結構なんかもう奥深くなってきましたね。よっしゃすまない雲犠牲はつきものなんだ争いに。やばい。あ下にもある。でも見たかこの圧倒的な14対29。よし博士が僕がセミの抜け殻王だ。プロじゃん。これマジで王だわ。てーポレインマジで危ない。怖い怖い。真剣にやってね。行くよ。え怖い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 。あごめん。やばい、ちあちゃん死んじゃったよ。殺しちゃったじゃん。どうすんの。ございます。現在朝の11時、もうお昼ですね。ポンポコさん、はい。何？朝ですよ。はい。ポンポコさん、無理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 。いやカメラ回ってますよ。はい、こんにちにんにんって、はい、こんにちにんにんポンポだよ。こんにちにんにん夏恋ポンポコだお。こんにちナッツピーナッツくんです。で何をしてるんだあなた。これはピヨメンということですね。本日一つ目、いやこのオカちゃんと一緒にこのオカちゃんを流してタピオカスクイをやっていこうと思うぜ。
がっつりいっちゃうぜ。あうわあ、ちょっとすみません、作ってからだいぶ放置したけど、ちょっと岡ちゃんということで今日は、はい、ポンポたちも日清 UFO 焼きそばの CM を作ってバトルしたいと思います。よっしゃよっしゃ。用意するのはお湯だけ。3分で作れて簡単美味しい便利な UFO 焼きそば、口いっぱいに特製ソースが広がる。日清食品。わあ、宇宙をかける UFO ガチ勢 UFO ギャングだ。 UFO ギャン UFO 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 ギャン UFO ギャン UFO 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 ギャン。シューマイスイッシュンク湯切ったお湯飲む、第3やります、冷える濃いソース。 UFO ギャン UFO 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 ギャン UFO ギャン UFO 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 ギャン。早くでぶっ飛ぶ、朝昼晩バンバンブラブタ舐めます、容器は分別。僕ら UFO ギャング、スマブラ中に深刻な話をしたら絶対に勝てる説。募金のやつあったじゃん、10月にやった24時間のお金がさ160万ぐらい振り込まれて言ってなかったけどさ、してないんだよねあれ。まだえやんね。どういう算数。あーめっちゃ怖い。現在深夜12時22分。この辺で何やら昔事件が起きたみたいで、なんか白い光とか、 なんか怪しい人影か得体の知れない影とかが見えたりするということなんで、この辺、まあ、15分ぐらいうろうろして写真撮って帰ろうかなと思います。なんか映るかな。あー元いかんね、マジでやめてほしい。いやー増税やだな。なんかいる。近づいて、やばっ、ちょもう今日ですね、はい、ツイッターで流行っているボトルキャップチャレンジをしていきたいと思います。イエーイ。